もう俺だ。おいおい、それでよ。いやいや、飯代貸してくれとかなら別に。そうじゃない、実は以前から新しい戦い方の着想を練っていてな。このイメージを形にするために力を貸してほしい。新しい戦い方、やべえ、それめっちゃよくね。知りたい。まだぼんやりとなんだが、まずはどうだろう。ぼんやりにしちゃだいぶ作り込まれてね。あまり褒めるな。だが殺伐とした戦いに色を添える、我ながら悪くない試みだと思う。おう、あとは星が反応してくれっかどうかだな。うん、後で話してみるとしよう。にしても内容が内容だけに腹が減ってきたな。旦那、サウナの中を歩いているようだ。誰だよこんな。お前だよ。盛り上がってますね。早速会場のお客さんにお話を聞いてみたいと思います。誰だよこんなとこ来てって言ったの。テレビか。ケバブ食ってさっさと退散すっか。あそこの3人に聞いてみましょう。おい、狙われていないか。マジ？どうする。そうだな、慌てると怪しまれる。来たぞ。あーしゃれ。ここは逆に遺体発言してお蔵入りにさせてやる。こんにちは、暑いですね。え、ほんとっすね。7月でこんなに暑かったら12月とかマジでヤバくないっすか。このフェスに来たってことはかなりの肉好きなんですか。どっちかっていうとフルーツとかスイーツとかが好きっす。ありがとうございました。あぶねあぶね。痛さは申し分ないが、本当にお蔵入りになるんだろうな。我ながら放送事故スレスレだったし、いけんじゃね。そんなことより肉だ肉。そうだった、俺のケバブ。屋台の行列すごすぎだろう。この炎天下であの並びは応えるな。めぼしいのほとんど売り切れてたし。我が輩朝飯食ってないし頭クラクラしてきた。しかしこういう場所で食べると不思議と何でもうまい気がする。
き氷ならあるぞ。せっかくここまで来たんだし、あれでも見てくか。あれ？なんか建設中かなんかのでっかいなんかの競技場があるんだと。なんかばっかじゃねえか。競技場か。独特のフォルムのものが多いからな。参考に見てみたい。だろ？行こうぜ。あれか、まだ骨組みじゃね？少し気が早すぎたか。時期尚早ってやつだな。時期尚早な。やることなくなっちまったし、どっかで飯でも食う？すまん、俺は画材の買い出しに行こうと思ってる。夏休みの課題があってな。あと先ほどの肉フェスで金欠気味でな。行っても水とおしぼりしか頼めそうにない。おじゃあここら辺で解散にしとくか。ん？なあ、あれ吉沢だろ？様子が変じゃねえか。そういや前に大会がどうとか言ってたよな。あれ？お前ら帰んねえの？え？まあいいけど。ではまたな。先輩。奇遇ですね。先輩も競技場見に来たんですか？私もです。ちょっと自分に喝入れたくて。たまにへこむことがあるとここに来るんです。で、答えになってないですね。あの、成り行きであれですけど、お昼ご一緒してもらえませんか？ふぅ、ごちそうさまでした。大会の後はいつもこうですね。本当はまだ食べたいですけど、これ以上はパフォーマンスにも影響が出るので。結果は一言で言えば散々でした。先輩のおかげもあって最近は調子が戻ってきた気がしたんですけど、やっぱり肝心なところで体がうまく動かなくて。それも大きいと思います。中学の時にもこういうことはあったんです。あの時はあの子がいたから頑張れたんですけど。私、妹がいるんです。新体操で二人で世界を取ろうって約束してて、けど今年の春に事故で亡くなって。新体操で世界を取るっていう妹との約束、その約束もこのまま叶えられなかったらどうしようって時々不安になるんです。がむしゃらに練習してきたけど、これじゃダメなのかな。気遣いありがとうございます。先輩には助けられてばっかりですね。落ち込むのはここまで。年内の大会もまだ残ってるんです。それに向けて一から努力し直します。お話聞いてくださりありがとうございました。これで心も体も充電完了です。少なくとも心は充電完了です。
空腹を紛らわすには練習が一番。というわけで走って帰ります。